今日はね、久しぶりに雑貨ですね。雑貨の路線便ですね。今日の夕方から夜まで積み込みして、それからね、明日卸の福岡県ですね。福岡県の納品行ってきたいと思います。今からね、いろんなトラックが荷物をね、持ってくるみたいで、それをね、どんどん積んでいく感じですね。全部バラですね。バラ満載。で、今日なんか量が多いみたいで、限界まで積んでくれいうことで、久しぶりの路線便行ってきたいと思います。とりあえずね、まだ一番最初にね、積む荷物が来ていないようなんで、もう少し待機しておきたいと思います。さあ、とりあえず、積み込み完了ですね、積み込み完了。あ、信号変わるかな。あ、セーフ。ここ、点滅信号が長いな。ね、なんだかんだで3時間ぐらいかかりまして、積み込み完了ですね。現在、広島県走っております。国道2号線ですね。久しぶりにこの辺走る。大体ね、いつも高速乗りますんで、一般道、国道2号線、久しぶりに走るわ。いや、疲れた。ね、さすがに3時間積み込みすると疲れる。ほんでね、今回雑貨なんで、いろんなケースがあるわけですよ。大きいケースやったり、ね、小さいケースもあるし、ね、細長いケースもあるし、いろんな形があるからさ、すごい難しいのよ。大変、ね、一斗缶があったり、いろんなもの積んだ。ね、ケースまでしっかり満載積みまして、今からね、福岡県ですね。ノンストップで福岡県行きたいと思います。だいたいね、4時間弱ぐらいね、3時間半ぐらいかな、それぐらいに着きますんで、バタバタバタと行ってきたいと思います。またね、荷物を下ろしたらね、会社に帰って積み込みして、またね、荷物が出ますんで、しっかりね、それも行ってきたいと思います。さあ、ちょっと今日は先が長いけど、しっかりね、安全運転で走ろうね。国道2号線久しぶりに走るね。昔はこの辺走りよったけど、最近走らなくなったもんな。ね、いろいろ高速時間とかありますからね。これ右行ったら原爆ドームとか、あ、あれだ、チンチン電車だ、路面電車。久しぶりに見たわ。ね、僕何回かね、乗ったことあるんですよ、あれ。僕がまだ20歳ぐらいの頃、19か20ぐらいの頃、この辺ね、よく寄ったのよ。懐かしいわ。どっかでのんびりラーメン食べたいけどな。ね、体寒いからさ、冷えとるからさ、ラーメン食べたいけど、なかなかね、そうもいかないのよ。時間決まっとるからさ。今現在ね、9時30分、9時半なんやけど、車が多いな。あ、間違えた。人が多いですね。さすが広島県、都会ですね。僕山口県の田舎やからさ、都会はちょっと住まれんな。人がたくさんおったら住まれんな。オッケー、出発。お、右も左も車来るから怖いわ。で、ここが線路ですね、路面電車の線路。おお、バイクも速いな。ほんでよいしょ、ね、なるべくね、こういう交通量の多いところは通りたくないけどね、しょうがないですね。うわ、スポーツカーや。目がパッチリ開いとる。スポーツカーですね。オープンカーになるやつや。上が黒いシートになっとるね。え、春とか夏にオープンカーで走ったら気持ちがいいやろうな。僕まだね、オープンカーで走ったことがないんで、どんな感じなんかな。ねえ、興味はあるけど、いよ、僕あんまりね、スピード出さんからさ、スポーツカーとか多分向いてらんのよ。バイクも怖いやろうな。ほんでまだこの時期寒いやろうしね、え、バイクも大変よ。おお、大きいマンションがある。何階まであるんかな、このマンション。大きいマンションがある。ねえ、ハンバーガーバクッと食べたいよ。ねえ、この前炊飯器でハンバーガー作ってからさ、ハンバーグ作ってからさ、大きなハンバーガー作ったけど、ああいうの作る時間が今日はないんでね。サイクルスペースがある、ここに。大きいな。やっぱりね、自転車乗っとる人が多いからさ、自転車屋さんも大きいな。ねえ、これ何通りっていうんかな、単入り通りっていうんかな、単入り通り。ね、いろんな通りの名前がある。これ右曲がったら広島高速って書いてあるな、まあ、とりあえずね、これ直進して廿日市インター受けて走ろう。ね、途中どっかでラーメン食べたいけどな。ラーメン食べたい気分やけど、そうもいかんからな。なんとまあ、 OK、 出発。おお、バスすごい。さすがやな。しっかり信号の手前で一旦停止しとる。ね、僕もそういう運転しようね。よ、バイク速いな。ねえ、あんな細いタイヤで安定感悪いのに
よう走るよ。そしてここにも川がある。これ何川って読むんかな。天満川だって。天満川、よいしょ。でこの前ね、寒波が来て山陽道が通行止めになった時、僕走ったな。ねえ、この辺もうカチコチやったのよ、大変。 OK、 街中越えて今からバイパスですね。バイパス乗ればこっちのもん。で信号ないからね、バイクがやっぱ多いな。でこのね、バイパスの入り口狭いのよこれ。横に車がおらんやったらいいけどな。入り口狭いからね、気をつけんといけんのよ。わ、車来た、車が寄っちゃうと、そっちに。おい、狭い、路肩がないからここ狭いのよ。はみ出した、はみ出し刑事です。 はみ出し刑事、純情派。 OK、 加速して。結構走るな。重量はね、そんなにないみたい。満載積んどるけど重量はそんなないみたい。で最後にね、ケツにパレットをね、2枚積んで押し込んでね、積み込み完了。こっからはバイパスですね。みんな早いな。よっよっよっ。あ、景色がいいかも。でも暗いからよくわからんかねえ。お、綺麗ねえ。これも橋ですね。この下にも川が流れとる。ねえ、もうみんなお家帰ってのんびりしとるんかな。ねえ、今日は僕はねえ、夜の運行、運行も行きたいのよ。ほんでさあ、しっかりね、安全運転で今からね、福岡県3時間半かけて行ってきたいと思います。レッツラゴー。